Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は白魔導士だと嫌われる初心者ヒーラーの悩みまとめについてお話ししていきます。悩み相談複数いただいてますので、ヒーラーに関しては自分も薄いところはあるので、皆さんと一緒に解決していけたらと思います。そこで今回お話しするテーマはこちら。白魔導士だと嫌われるのか、蘇生が追いつきません、ヒールが薄くて除名されました。この3つのテーマに沿ってお話を進めていきます。まず1つ目、白魔導士だと嫌われるのか。質問読み上げます。いつもトラジオさんの動画でお世話になっております。私はゲーム開始時から白魔導士メインで、もうすぐ初のカンストしそうなくらいのプレイ歴です。先日アラルデからクリタワに白で参加したところ、白かーと言われました。もう一人は賢者でした。もともと組んでいたパーティー内のノリで出た発言かも、発言主個人に好き嫌いや苦い思い出があるのかもと、その時は気にしていませんでしたが、後日まとめサイトを見て白がめちゃくちゃ嫌われていることを知り驚きました。それは白って唯一最初から選べるヒーラーなのだから、他のヒーラーに比べたらあんまり洗練されていないのは仕方ないんじゃないかとも思いましたが、所詮私は白なので実際のところはどうなんだろうと今回質問させていただくに至りました。コンテンツごとにジョブによる有利不利があることは理解できるのですが、白って白であるだけでそんなにダメなんでしょうか。結論、白でいいじゃない。個人的な感想なんですけど、パーティーに白魔導士がいたら自分は安心します。特に白は減った HP をすぐに戻すという能力が高いので、タンクをやってる時も安心感は強いです。ヒーラーはそれぞれの特徴の違いが大きいので、白には白にしかできない役割があるので、白かーとか言ってる人って、そこまでやり込んでない人なのか、もしくはまとめサイトの情報だけを見て自分の意見というよりかは流されて発言してるだけの可能性もあるので、気にしなくていいのかなと思います。だとしたら何のための白魔導士だよって話なので。それとまとめサイトを見たらどうとかって言いますが、まとめサイトがまず全て正解ではないということを覚えておいてください。まとめサイトはあくまでもどこの誰かもわからない人がつぶやいたことをまとめてきて、意見を拾ってるだけなので、中には参考になる意見もあるとは思いますが、全てそれを鵜呑みにしてしまうとゲームを楽しめなくなってしまいます。少なくとも自分の周りでは白が嫌いなんて言葉聞かないし、白には白の役割や白にしか使えないアビリティもあるから、白でしか楽しめない要素もあるし、白だからクリアできないコンテンツがあるという話を聞いたこともありません。なので最終的には自分が楽しめればいいと思うので、気にせずに白魔導士やり通せばいいんじゃないでしょうか。2つ目、蘇生が追いつきません。相談読み上げます。いつも参考になる動画ありがとうございます。ヒーラーの蘇生について質問があります。私は普段パッドでプレイしており、ヒーラーは白しか経験のない若葉です。倒滅やレイドなどのヒーラー2人コンテンツの際、転がってすぐ該当のプレイヤーをターゲットし迅速蘇生をしている間にパートナーのヒーラーが蘇生を入れており、迅速の無駄打ちをしてしまう。また結果的に蘇生をパートナーにほとんど受け負わせてしまっています。まだメインも踏破していない素人ヒーラーではあるのですが、蘇生の MP 消費はかなり負担だと思いますし、なるべく力になりたいと考えてはいるものの、気持ちに技量が追いつきません。できることといえば蘇生後の立て直しぐらいなのですが、それすら追いつかないこともあります。質問まとめ、ヒーラーの方はどうやってあんなに早く蘇生をしているのか、 MTST のようにジョブで何となく蘇生回復の役割があるのか、かっこそもそも私による蘇生を期待されていない可能性、蘇生かぶりの避け方、もしトラジオさんがパートナーのヒーラーさんだったらどう思いますか、上記についてアドバイスいただけると幸いです。まずね、質問の要点をまとめてみました。8人パーティーでの話、ヒーラーが早く蘇生するには蘇生の役割があるのか、蘇生かぶりの避け方、トラジオの場合なんですけども、まずヒーラーが早く蘇生するにはパーティーリストを常時確認していて、迅速魔が残っている場合だと思うんですけども、ジョブによっては迅速魔は温存したりもするので、ジョブによっても違いはあるとは思います。中には攻撃魔法で迅速魔を入れたりすると思うのですが、それはパーティー面が全員慣れている状況での話だと思うので、コンテンツファインダーのようにランダムマッチングであれば残しておくのがいいかなと。で、相方のヒーラーが早いのは単純に慣れの問題の差かと思います。慣れている人はすぐにパパッとこうね、操作が追いつくっていうところなので、単純に慣れの問題かと思います。で、蘇生の役割があるのかってことなんですけど、これは実際にあんまりちょっとヒーラーを長いこと経験してないんで分かんないんですけど、あんまり聞いたことはないですね。基本は気づいたらやるって感覚でしょうか。蘇生かぶりの避け方ってことなんですけど、このあたりも具体的なものは聞いたことないんですけど、こう暗黙の了解で、例えばピュアヒーラーならパーティー上半分の4人、
バリアなら下半分の4人とかいう話を聞いたことあります。これもしかしたら逆かもしれません。校内のコンテンツだと H1 や H2 で分かれるんで、そこからね、例えば H1 がパーティー上半分の4人、 H2 がパーティー下半分の4人みたいな暗黙の了解みたいなことを聞いたことあるんですけど、あくまでもそれは暗黙の了解なので具体的にどうするかは決まっていません。で、蘇生かぶりは基本あらかじめ相談しておかないとかぶることはよくあるので、野良パーティーの場合もかぶるもんだと思っておくとメンタル楽なのではないのでしょうか。基本全部自分がしないといけないというわけではないので、相方が蘇生してくれたらラッキーということで、その MP で回復や攻撃に回せばパーティーとしてはいいのかなと思います。トラジオの場合、相方がそういうヒーラーだったらどう思うかってことなんですけど、自分はそこまでやり込んでないので深いところまでは分かりませんが、かぶってもね、蘇生かぶってもしょうがないということだけで終わります。高難易度とかならさらに深いところまで行くと変わるかもしれませんが、透明線ルレやノーマルレイドルレの話であればそこまで気にする必要はないかなと感じました。単純に慣れてないということもあると思うので、とりあえず爆発を経験すれば何か見出せることもあるかなと思うので、意識しながら日々ルレを回したりすれば今後何か発見はあると思います。そして3つ目、ヒールが薄くて除名されましたっていうことですが、質問読み上げます。トラジオさん、いつも初心者の様々な考えの人の意見を紹介していただき大変助かっております。今回お伺いしたいのはタンクメインの人のヒーラー理解度について教えてほしいです。かっこ長くなってしまいますが、お付き合いいただけると幸いです。私は普段ヒーラーをメインに遊んでいて、白以外は90に到達してエキリル周回や高難易度攻略を楽しんでいます。最近パンデモニウム霊式一層の召喚目的パーティーに先生術師で入った際、 SD をしていた方から、先生さんヒールもっと厚くしてもらえないですかと名指しでチャットが来ました。私としてはその時できること、かっこアーサリースター設置、ホット付与、最悪ディグはしたしと思い、そのことを伝えると問答無用で除名投票で除名されてしまいました。その時は強攻撃や全体攻撃が来るまでには回復しきりようヒールを回していました。また駅営中に出会ったタンクさんからも同様の指摘をいただいたこともあります。私はタンクさんはヒーラーを一括りによくわからないけど回復してくれるロールと考えている人が少なくないと思っています。逆にヒーラーはタンク4ジョブができることを調べないと簡単に転がすことになる場面が多々あるため、ある程度は調べて対応をすると思ってます。各ジョブの特徴や無敵技、レベル帯ごとにざっくりとできることなどなど、私のタンクヒーラーどちらに対する考え方も私個人の考え方に過ぎないので、一緒に14でタンクヒーラーメインで遊んでいる友人に相談してもそうなんじゃないと言われてしまってモヤモヤしています。長くなってしまいましたが、要するにトラジオさんやトラジオさんが出会ってきたタンクの方のヒーラーに対しての考え方を教えていただけると幸いです。他の方がねどう思ってるか分かんないんですけど、自分がタンク行ってる時の考え方としては、倒れなければそれでいいと思ってます。基本は生きてれば進行には変わりはないので、そこまで深く考えることはないというのが自分個人の意見です。ただし高難易度の霊式で実装直後といったシビアな世界でならヒールが追いつかずに全滅するってことはよくあるし、そうなるとクリアや進行不可となるので除名投票が起きても致し方ないケースも確かに聞く話ではあります。もしくは戻せたと思ってたヒールももしかしたら自分自身のヒール力が低いため相方が手厚くヒールをしているのであれば、確かにパーティーとしては HP が戻っているが、それは相方のおかげということも考えられます。ヒールが追いつかない原因はギミックのタイムラインを事前に覚えてなかったり、操作が追いつかないことや装備が最低限レベルなど様々な原因が絡みます。さらに霊式であればヒーラーにも攻撃が求められてしまう場面があるため、もしかしたらヒーラー2人とも回復手一杯になってしまって火力が出ていないと言いたいけれど、それを言うとハラスメントになるかもしれないから、ヒールを厚くしてねとひねった可能性も考えられます。あくまでその現場は見てないんで分かんないんですけど、 ID とかであれば攻撃に回るためにある程度ね、HP 減ってから回復してもいいとは思うんですけど、慣れないうちはオーバーヒル気味でもいいと思うので、まずは回復を厚めにしてそこからどうやったら手を抜いていけるかを考えるようにすればいいのではないでしょうか。最終的なタンク側としての意見を話しますが、基本倒れなければ OK。霊式に関してはヒーラーもそうですが、ヒーラーだけに限らずみんな努力が必要という意見です。こうなんだろう、モヤモヤするっていう風にネガティブに考えるのではなくて、今回の件でヒールがもしかしたら薄い可能性があったかもしれないという発見ができたことを良しとして、改善に生かせればさらに上手いヒーラーとして立ち回れるのではないのでしょうか。それ以外ね、ちょっと実際その場を見てないんで、一緒に戦った人しか分からないのでこれ以上細かくは言えません。
という話を言ってますが、まあ、自分もねまだまだヒーラーは練習中でこれから修行を重ねていく身なので、ベテランヒーラーの方や今ヒーラーを遊んでてこんな発見があったよという方はね、さまざまな意見があると思うので、ぜひコメントに書いていただけると自分もこの相談者の方も嬉しいので、ぜひお願いしますということで、今回はねちょっとヒーラーさんの悩みを取り上げさせていただきました。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。